はい、今日はあずささんいないんですけども、あずささんから、ちょっと裁判の告知をしてほしいと言われたので、急遽動画を撮っています。はい。で、裁判っていうのは、あずささんがの裁判ではないんですけども、今、あずささんの方で、弁護士さんがついてくれているんですね。で、その弁護士さんっていうのが、低周波音の問題だとか、電磁波の問題とか、化学物質過敏の問題とか、そういうのを、全部扱えるような、非常に、優秀な弁護士さんなんですけど、で、やっぱすごくレアな存在なので、こう、全国、飛び回ってちょっと仕事をされてるんですよね。で、その方の裁判の告知になります。で、ここにちょっと書いてあるんですけど、2つ、あって、どっちも、リニアですね。リニアの、差し止め関連ですかね、の裁判ですね。ちょっと私の方も、ちょっと裁判の資料をちょっともらったんですけど、まだ詳しくちょっと読めてなくて、ただ、その日程がもう迫っちゃってるんで、先にお知らせっていう形をさせていただいております。ざっとは見たんですけど、ちょっとまだ詳しくは分かってないんですよね。で、リニアの問題なんで、公害関係ですよね、が非常に、大きく関わっていて、もちろん騒音問題であるとか、低周波音の問題っていうことが関わっています。それはざっと見た時に資料にも載っていました。あと、どうなんでしょう。電磁波とかが関係するのかちょっとよくわからないですね。とにかく全体的に公害の問題、ということになっているみたいなんですね。はい。で、裁判が2つあって、1個目ですね。10月19日、午前11時から甲府地裁ですと。211ですね。215法廷。で、南アルプス市赤里区間のリニア中央新幹線工事差し止め請求ですね。で、これは、なんだっけな。この後で、11時からだけど、この後11時半から12時半で、山梨県弁護士会館で報告集会を予定しているって書いてあるので、短いですね、やたら。そういうやつなんですかね。ちょっと裁判あんま僕分かってないんで、短いのとか長いのとかね、あるんでしょうから。そういうものだと。で、もう一つが、10月26日、午後2時からですね。この東京ですね。東京地裁1階の103号法廷と。リニア中央新幹線の大深度法適用区間の工事差し止め請求ってなってます。で、この1とか9っていうのは、これ9回目。これ1回目っていう意味ですね。これなんて言えばいいの？正式には。9回期日。第9回期日。って書いてあるな。第1回期日ってなってますね。っていうものです。で、どちらも、原告側ですね。市民の方が、原告側に立って、で、その、あずささんについてもらっている弁護士さんが、それを、そこについてると、ここにもついてもらってると、いうことですね。で、うちのチャンネルっていうか、その、あずささんのチャンネルっていうのは、主にね、低周波症候群と、化学物質過敏症と、電磁波過敏症と、いうのは取り扱ってますけど、言ってみれば公害問題を取り扱ってるわけですね。で、この弁護士さんもまさに公害というものをに向き合ってくれている方で、この裁判というのも公害問題なわけなので、我々としてはぜひ応援したいというふうに思っております。で、なので、もしね、その、お時間のある方で興味ある方は、ぜひね、こう、応援にっていうかね、参加しに行って、もらえたらなということで、ちょっと告知させていただいております。で、残念ながら、その、我々はちょっと行けなくて、暑ささんはもうそもそも外出できないんで行けないんですけど、ちょっと私の方も仕事の関係で、
ちょっとこっち行けなくて、こっちちょっとあずささんの方の支援に行ってる日程なので、ちょっと行けないという形なんですよね。ちょっと個人的には行きたいなと思ったんですけど、ちょっと難しいということなんですけど、この弁護士さんの方からちょっとメールいただいて、ぜひ応援に駆けつけてほしいと、ぜひ多くの人に参加してほしいというふうな風に書いてあったんですね。で、ちょっと自分たちのチャンネルで紹介して、ちょっと呼びかけてもいいでしょうかって言ったところ、いいですっていうことを言われたので、急遽この動画を撮っています。はい。ね、このリニア中央新幹線なんでね、結構インパクトのでかい、ものだと思うんで、結構いろんな人にも関わるようなものだと思うので、まあ、もしよかったらちょっと行って、見てもらえたらと思います。応援、してあげてください。はい、以上です。